デスポーズを示すゴルゴサウルスの骨格。デスポーズとは恐竜や鳥類化石の骨格が示す特徴的なポーズのことである。恐竜や鳥類の骨格が連結した状態で見つかる場合、状態をのけぞらせ、尾を伸ばし、口を広く開けた状態で見つかることが多い。この姿勢は俗にデスポーズと呼ばれている。なぜ恐竜たちがこのような姿勢をとったのか 学術的な議論の対象になっている。従来、恐竜が死亡した後に、頸部の背中側にある人体が乾燥、収縮することでこのような姿勢になるとか、死体が押し流された際にたまたま水の流れで、こうなったに過ぎないなどという解釈がなされてきた。しかし近年、フォーパジアンは、この姿勢は、恐竜が死亡する際に生じた死後硬直の一種、弓なり緊張によるものであり、 二次的な要因で生じたものではないとした。彼らは水流が時代も場所も大きく異なる多数の主体をデスポーズの形に配列させたとか、水流が体と手足をバラバラの方向へ配列させたなどという水流によるデスポーズ形成説は説明不可能であると否定し、人体の乾燥、収縮によるデスポーズの形成もあり得ないと否定した。 アーカイブされたコピー。2009年5月27日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年10月27日閲覧。アーカイブされたコピー。2010年6月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年10月27日閲覧。パジアンヘイアンドフォーエム、ザ・ピセターニック・ポスチャー・オブ・バータブロット・スケルトンズ・ポスト。 モーテムカントラクションをアディススローズ、ペイリオバイラジー33、P201 から226。ありがとうございます。